ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は下降屯軍を叩き益州を平定したところまで。ここからどうするかが悩みどころだけど。ざっと野郎の兵が増えてるんだよな。言われてみれば豪攻略した後から10万ほど増えているわね。それに前に西宗を攻めてくれたお礼もしないと。ただただ歩を占領されて荒らされただけに終わった侵攻だけど。せっかく内政したのを荒らされるのは腹立たしい。そうなんだよね。となれば、下降屯軍を叩きすぎたから次は遊備軍を叩きに行こうか。傭兵が多ければ大乱戦が期待できるし。そうなれば一騎打ちチャンスも。してくれるかはわからないけどな。下降屯軍は30万まで兵士を減らした。遊備軍との国境線を固めてるからぜひともこっちに来てほしいと思ってるんだけど。そして、県内からは攻略もできないのに攻撃されてる。舐められてるのかな。攻撃してくる理由がわからないからなんとも言えぬ。仕方ないから始末しに行こうか。各省を潰して兵を減らさないと話にならないかも。とはいえ、深く入ってこないから困るんだよね。各省は何をしに。深入りしないとか言っちゃったのに。背負っているものの重みが違うわ。自由系撃破。そこか。何の目的で。配置転換で甲州の守りは白水艦のもやし屋が受け持つことに。次は甲州のもやし屋になるのかな。大炎上受け負い人だな。早速燃やしていく。南蛮の血はよく燃えそうな気がするよ。そのまま遠距離攻撃で殲滅していけ。各省はあんなところで砦建設か。妨害しに行ってやろうじゃない。西の暴れん坊孫策が仕掛けていった。おかしいよね。出陣回数や接敵回数では全然呂布に及ばないはずなのに。孫策の一騎打ち回数が片手は軽く超えた気がする。最終的な一騎打ち回数が気になるけど、呂布を上回るのが出ないことを願う。打ち合うか。孫策さんには後でご褒美あげるか。固定塔を返してあげてた気がするけど。記憶にないけどな。少し前のことは忘れることにしてるから。炎症撃破。あとは各省を撃破して兵を削らないと。火が邪魔だな。建設の邪魔したら逃げられた。もう少し削りたかったね。また来てるし。面倒な戦いになりそうだよ。一方緑さんは海底に向かってたけど。楽しいことになりそうな予感がするよ。迎撃してきたな。懸案からの援軍も来ているしね。工場戦前に大乱戦の予感。まとめて片付けてやる。うん、正解なんだけどね。盛大に突き飛ばしたし。今は先方じゃないと思うんだ。そう言いながらいつも先方で突き飛ばしてきたからな。困ったものだよ。なんだと。ついに来たね。しかし相手は有用武力66。一撃は間違いないかな。虫けらがこの俺に挑むだぞ。いざ尋常に勝負です。撃ち合った。ついに慈悲の心を。遊んでるだけかも。これは絶対遊んでたね。なめくすんな。そして、打ち取らない。これで有用も候補入りだよ。さあ、呂布よ、暴れろ。あと2人か3人は候補者が欲しい。相変わらず仕事をするヒゲデー。また突き飛ばしてくれたね。まだ懸案から来るのもいるからな。チャンスはあるはずだよ。こんなはずでは。こんなものか。いきます。右側がヤバい予感だ。挑戦が攻撃されてる。呂布を助けに行かせようとしたんだけど、足止めされてて動けないという。話してる間に挑戦がやられた。呂布は少し遅かった。
今来たのは懸案からの援軍。こいつらを迎撃しつつ、海底からの第2弾を待つ予定。おや、ライドウが。そういえば虚突持ちなの忘れてた。支援があるところで戦ってくれると助かるんだけど。まとめて片付けてやる。見事に義兄弟組が活躍してるな。このような、なんだと。一気打ちする間もなく盛大に吹き飛ばすのは問題だけど。ほんとそれな。ご報告いたし、ライドウを支援しろ。あんな乱戦の中に突撃されちゃ厳しいよ。呂布じゃないんだからな。強行が仕掛けていく。久しぶりの出番でたけっているのかな。そういうのは遠慮していただきたい。加賀の超春雷、ここにあり。いざ尋常に勝負。ヒント一撃。無駄な食稼ぎはいらないからね。捕まえたか。呂布がしてくれたら嬉しいんだけどさ。そうなんだよな。問題はこのまま撃破しながら前進しないか。なし崩し的に海底攻略戦が始まるのはまずい。そうならないようにしたいけど。厳しそうなくらい来てるな。どんどん撃破してー。けど一騎打ちは起きない不思議だよ。公園が多いわけでもなのにな。今度はライドウ。出番がなかったからあまり攻めれないよね。内勢、歩兵要員だったもんな。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。一撃は内部力さ。成長だったけどこれで勝負あり。きちんと馬から叩き落としていくのは老化するよ。また捕まえたし。今の流行りは一騎打ちからの捕獲なのかな。強行組は綺麗に3人連携決めてるな。2連続はすごいよね。そして枯渇する遊戯軍。次は海警に期待かな。体勢を整えるつもりが。盛大に迎撃されたよ。呂布にライドウが突っ込んでいった。そしてやられた。さらに捕まる。今回はライドウが見せ場を作る回かな。きちんと落ちまでつけてくれたからな。そういうのは求めてないんだけどさ。しまった。これだけ敵がいるのに一騎打ちが起きぬ。有用がまた出てきてるし。打ち死にはしないでほしいよね。左には角女王にカシがいる。角女王は総飛と婚姻済みだからダメだけど。カシは霊性がいないから使用可能。何も起きないまま攻城戦が始まりそうだよ。呂布は攻めてもう一回。海底に飛びついていき。そろそろ迎撃部隊を殲滅しそうだよ。投用できないのは捕まえなくてもいいし。侵食も取り付き。ここからは情勢を削る簡単なお仕事を。あと一撃で。死者が到着しました。なのにここで死者が来るという間の悪さ。そこあたりはタイミングとか考えてほしいよね。ほんとにな。ダメなのかよ。あの土地にはどれだけの値段がつけられてるんだろ。すごくタイミング悪く海底攻略。今のは断るべきだったね。越
機種を見つつ、海警の捕虜の始末を。カシがいるな。他はどうかな。あとは、ハンシがいるね。孫権の嫁のハンシがいるからややこしい。さらに流用もいるよ。思いのほか収穫だったな。投用できるかはわからないけどね。ここで生徒にて捕まえた。ヨービーを投用。女性ばかりが増えていくよ。ここで思い出したかのように婚姻を進めていく。やろうやろうと思ってると忘れてしまうから。続けて婚姻しようとしたらお金が足りなかったよ。流用投用成功。さらにカシも、攻略したての年はお金がないからな。輸送が終わり次第婚姻をさせるよ。ここからは加入順なので。特に理由もないよ。どんどんと婚姻させていく。お次は、長年追いかけた長順も無事婚姻。どんどん愛戦士が増えて嬉しいよ。この二人、これで未婚の男性はいなくなったよ。流用の悲観年数経過次第かな。長順もね。駅州では相変わらず小競り合い中。ここで孫作と炎章の第2ラウンドが。孫作もほんとよくやるよ。小覇王が力、解くと見よ。格の違いを教えてやろう。今度は一撃。これくらいは一撃で仕留めてもらわないとね。あとは拡張を撃破して終わりな感じかな。小覇王が来い。天下に轟かせん。燃やすことも忘れない。よくたちは海底から南下し懸案を目指してるけど、天下無双の武を知れ。迎撃されて吹き飛ばしたよ。相変わらず容赦がない。強靭兵器が少し見えるけど、海底を空にしたから攻略しようとしたんだろうね。こっちも燃えてる。燃やすのが好きな連中で、歩を取りに行った長蛇に結構な迎撃部隊が。3000の1部隊で十分なのにね。それに足の遅い連中だし、せめて奉仕か魚鱗じゃないとね。工場兵器部隊も叩き潰していく。工場兵器部隊とも一騎打ちはできるからね。引き上げていった。もう少し遊んでくれてもよかったのに。こうなると懸案手前での大激戦になると思われ、どれだけ迎撃してくるかだね。ここまで近づいたら当然迎撃してくるよな。目指せ一騎打ち一回。低い目標だな。そういうことを言うからこうやって吹き飛ばしちゃうわけじゃない。発言のせいではないと思うけどな。ヨフの前が綺麗になった。これはまずいね。ヨフが足止めされたせいで少し足並みが乱れてる。金色の前が塞がれた。このまま進むのは厳しいかな。挑戦を前に出しすぎたかも。ヨフがと言いたいけど、いい感じに遠距離攻撃しているんだよね。地形のせいもあって思うように動きが。挑戦がまたやられた。加工しも。これは少しまずい展開だね。戦車がめちゃくちゃ並んだ。もう少しバリエーションを持ってほしいところだね。今は無理。全滅しつつある中、沈色が静かに近づいていく。ここで炎鉱が。最近炎鉱も頑張っている気がするよ。頑張らなくてもいいのにな。度胸だけは褒めてやろう。こうなってはやるだけよ。一撃。相手の力を見抜かないとね。これで炎鉱の方は片付きそうだけど。
侵食が取り付いたからおしまいだよ。終わらないし。なんだと。これでおしまい。おかしいね。かなりの激戦だった気がするんだけど。呂布さんの気が乗らなかったのかもな。捕虜は10人だけど、全員捕虜だな。というわけで、劉備軍と大激戦を繰り広げたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。